結構可愛く作れたと思うんだけど、どうかな。これはね、温泉のお湯に浮かばせて遊ぶおもちゃなの。ひよこじゃないけど、お風呂で遊ぶおもちゃに同じようなのがあるでしょ。でもあれはお風呂用だから、これは温泉用のおもちゃにしようと思ったの。遊び方は同じでも、おもちゃは違えば新鮮な気持ちになれるしね。おーい、今ちょっとだけ大丈夫？ちょっと髪のことについて聞きたいんだけど。あ、いたいた、よかった。あのね、そろそろ髪を切ろうかなって思ってるの。それで、あなたの意見を聞いてからにしたいなって。見てくれる人から少しでも可愛いと思われる髪型にしたいもん。それで、どうかな。どんな髪型がいいと思う？そう言ってもらえてよかった。私も短い方が楽で好きなの。バッサリ切っちゃえば次に切るまでの期間が長くなるし、洗うのも簡単でしょ。相談に乗ってくれてありがとう。今度切るときもお願いするね。ねえねえ、今度はいつ仮想世界に行こうか。せっかくあなたが来てくれてるのに、お部屋でお話ししてるだけじゃもったいないもん。また一緒にどこかに行けると嬉しいな。そう言ってくれるのは嬉しいけど、あのね、私から誘うよりもあなたから誘ってくれると嬉しいな。デートしようって言われるとね、自分から誘うよりも何倍も胸がドキドキするの。だから期待してるね。お話しするのって楽しいね。ありがとう。でもまだまだ失敗も多いし、これからも頑張って上手になるね。そうだ、一つ聞いてみたいんだけど、あなたは私にどんな料理を作ってほしい？少しはできるようになってきたし、せっかくだからあなたの好みも聞いておきたいな。さっぱり系か。もしかして私の健康を気にしてくれてるのかな。もしそうだったらありがとう。頑張って健康にいいものを作るね。本当は食べてもらう誰かがいた方が集中できていいと思うんだけど、あなたは端末越しだし、レリコさんにっていうのもなんか変だし、ってこんなことを言ってても仕方ないし、今は将来のためにとにかく練習だね。なんだか今日はすごく調子が良くて、びっくりするくらいスラスラとかけちゃってるの。もしかして私、物書きの才能あるのかな。お金を入れたら商品が出てくる機械1台欲しいな。夢世界に行くの？もちろん。あなたが行きたいなら反対なんてしないよ。今日はどんなことを思い出せるのかな。
この星を救うことのできるたった一人の少女だということを。私と同じ立場や思いを共有できるのはあなただけなのです。よく来た、よく来たぞサーリー。私はもう自分の世界に帰りたいの。あなたを返す。七次元先へ。彼女の力を使って時間を遡れ。そしてこの世界が生まれないよう歴史を変えろ。戻ってきたの。これが探していたもの、七次元俯瞰理論だ。この5000年の間で一番楽しかった日、今日のこと絶対忘れない。ソス、あなたを拘束します。シャールたちが今悲鳴を上げて大変なことになってるわ。やはり信じられるものは己のみか。世界を救わなかったら私がここにいる意味なんてないんですから。イオン、二人で一緒にこの世界を救おう。皇位継承の儀を棄権します。私たちにはもう天文も地文もありません。イオン、ごめん、ごめんね。になると見境ってもんがないんだから。だってもう一回言うわよ。テレフン剣はね、自分の思いに従っていなくなったの。イオンはもっと強くて力のあるジェノムと同調しなきゃいけない。それがあんたのためだって。私のためにいなくなるなんてそんなの変だよ。テレ君がいなかったら私だから、あんたがそういう人だからよ。そばにいる限りあんたはテレフン剣と同調解除したりしないでしょ。当たり前だよ。そしたらイオンはより強いジェノムと同調することができない。それじゃあ世界を救おうってしてるあんたの足を引っ張ることになる。だから旅立つんだって。テレ君、修行して今よりもっと強いイオンと釣り合うジェノムになるってそう言ってたわ。そしたらまた帰ってくるって。イオンもお願いだから自分の信じる道を貫いてほしいって。でもテレ君は誰かと同調してないと死んじゃう。このマンジュサラで初めて会った時だってお腹を空かせて倒れて。イオン、それはないんじゃない。あんただって最初はここで一人ぼっちだったでしょ。でも今はそうじゃない。たくさんのことを成し遂げてきてメソメソ泣くだけの女の子じゃなくなった。あの子だってそれは同じなの。あの時とは比べ物になんないくらいたくましくなってる。信じてあげなよ。自分の身は自分で守れるくらいには成長してるって。姉ちゃん大丈夫。根性の別れってわけじゃないんだし、むしろイオンが根性を見せないと再会した時にがっかりされちゃうよ。そっか、そうだね姉ちゃん。私が頑張らなくちゃ、テレ君の思いを無駄にしちゃう。その通り。大変なのはこっからよ。あの子に負けないようにしないとね。うん。レナルルさん。イオナサル様、お時間です。出発の準備が整いました。参りましょう。はい。私たちの思いを届けに皇帝陛下のもとへ。その前にイオナサル様にはその服を着替えていただきます。え？恐れ多くも
この星ラシエラの名を冠するお方との謁見に臨むのです。最低限清掃と呼んでも問題ない程度の衣はまとっていただかねばなりません。はい。テル君と別れた後のこと思い出したよ。テル君は私のために、私がもっと力のあるジェノムと同調できるようにいなくなったんだね。私、テル君の力が小さいとかそんなこと気にしてない。それよりもずっと一緒にいたかった。一緒に悩んで一緒に強くなっていくのじゃダメだったのかな。あの時テレ君の思いを無駄にしちゃいけない、そう思えたことも思い出したから。でもこれまでずっと一緒だったからやっぱり寂しいよ。テレ君今どこにいるんだろう。また会えるのかな。そうだね、いつかきっとまた会えるよね。そのためにもテル君に負けないくらい私も頑張らないとだね。というわけで今回もいろいろなものの作り方を思い出したよ。メモしておくから必要になったらいつでも言ってね。あなたと一緒に夢世界に行けるのいつも楽しみにしているんだよ。次もいろんな記憶が蘇るといいな。また一緒に行こうね。今ね、ちょっとだけ絵を描いてたの。あんまり得意じゃないけど、練習してればきっと上手になれるよね。お料理のレシピもいつの間にかすごい量になっちゃってるね。嬉しいけど毎日何を食べようかで悩むようになっちゃったよ。これを作ったら温泉に行こうと思ってたんだよ。作ったことに満足しちゃって忘れちゃってたみたい。大丈夫、平気だよ。それじゃあ早速白木マスを持って、あと飲み物はあれにしよっと。それじゃあ温泉へレッツゴー。温泉すごく気持ちいいよ。すごくバカなこと言うけど、もうこのまま何も話さないで一緒にぼーっとしちゃいたいって思ってるの。なんて、せっかく2人で来てるのにこんなこと思っちゃうのは失礼だよね。ごめんなさい。
気が合うね。まあせっかく一緒にいるんだからお話ししないのはちょっともったいないかもしれないけどね。でも温泉に来た時にたまに二人でぼーっとお湯に浸かるだけっていうのはそのうちやってみたいね。お湯に浸かってぼーっとしちゃってるあなたの顔も見てみたい気もするし、なんだか少しのぼせてきちゃったかも。そろそろ飲んでみようかな。冷え冷えだから絶対に美味しいはずだよ。それじゃあ早速。美味しい、すごく美味しいよ。適当にあったものを持ってきただけなんだけど大正解だったみたい。なんだと思う？実はこれただのミネラルウォーターなの。でも不思議だな、すごく飲み慣れてるはずなのにいつもより美味しく感じるよ。ねりこさんはお酒を飲むのが大人の温泉の楽しみ方って言ってたけど、私はまだ未成年だからね。それでもこの白木マスのおかげでちょっとだけ大人気分を楽しませてもらってるよ。ってごめんね、一人で楽しんじゃって。あなたの分もちゃんと作っておけばよかったんだけど。でもこれを一緒に使えば問題ないかな。間接キスになっちゃうけどね。白木マスでするのはちょっとムードに欠けるかもしれないけど、温泉限定ってことならいいかもしれないね。で、こんな話しちゃってるから顔が熱くなってきちゃったよ。水も飲み終わっちゃったし、今日はそろそろ帰ろうか。涼しい。仮想世界とはいえ温泉から帰ってくると部屋の中がすごく涼しく感じるね。それにしてもまさかただの水があそこまで美味しく感じられるなんて本当にびっくりしたよ。水でこれだけ感動できるってことはジュースとかだともっと感動できるかもしれないよね。うん、それいいかも。今度行くときは水以外のもので挑戦だね。今から楽しみだよ。それじゃあ今日は付き合ってくれてありがとね。ちょっと目が疲れてるかも。視界がちょっと歪んでるの。今日は早めに寝ようかな。漫画とかに出てくる大きなお肉って一度食べてみたいなって思わない？味は置いておくとして、食べてるだけで楽しい気持ちになれそうだよね。これを作るの？うん、もちろん。その代わりちゃんと応援しててね。熱した鉄のそばにいなくちゃいけないから熱くてたまらないよ。倒れないように気をつけないといけないね。
ものづくりの最中ってお話ししない方が集中できそうに思うけど、作業によってはそうじゃない時もあるんだよ。簡単な作業の時はお話ししながらの方が意外と楽しく進められるの。だから作業中でも遠慮せずに私に話しかけてね。いってらっしゃい。また来てくれるの楽しみにしてるね。